はい、ではじゃあすみません、一つ目の質問をいただいていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、津波が襲ってきた時に、そこの震災体験、被災体験をされたんですけれども、その時の体験を教えてください。そしてどのようにそこで生存をしたかということも教えてください。まずね、2時46分に今地震があって、まあ、ちょうどその時議会が開催されてまして、まあ、最終日 で閉会の挨拶を私してたんですよ、議会で。で2日前にね、3月9日の日にもね、津波警報があったんですよ。で、まあ、閉会の挨拶で、もともとこの地域っていうのは津波の歴史なんです。まあ、この100年で約4回大きな津波やられてますんで、でまあこの地域の皆さん、まあ、津波の脅威というのは常に感じておりましたから、まあ、町でも毎年、まあ、避難訓練等々やってありました。でまあその挨拶の中で、まあ、これからも、まあ、安全安心な町づくりをしていきたいというお話をしてる時に地震が来た。まあ椅子にも座ってることができなくて、もう全員床に座って、でそれも多分長かったですね、5分ぐらい中あったと思いますけど、まあそれがあって、まあすぐこれはもう津波来るなということで、すぐ、まあ、町長室に私行きまして、まあ全部家具倒れてましたけど、たまたま防災服入ってるロッカーだけは倒れなくて、ですぐそこで着替えて、で防災対策庁舎の2階が、まあ、危機管理室になっておりますんで、まあ、そちらの方に行って、まあ、町民の皆さんの避難誘導とか、あるいは防潮水門の閉鎖とか、まあ、そういうさまざまな指示を出してました。で地震から約20、まあ、最初にね、2時46分の地震があって、多分3時5分前なんですね、私その危機管理室に入ったのが。でその時はね、もう気象庁の第一報で津波がもう3時に来るという大報だった。で津波の高さが6メートルという報道だったもんですから、まあ津波の高さっていうのは実はね、うち昭和30 1960年のチリ地震津波っていうのがありまして、まあその時の津波の高さ 5.5 メートルで、宮城県沖地震っていうのが想定されておりまして、その時の津波の高さっていうのは 6.5 メートルと言われておりました。ですから気象庁の第一報で津波の高さが6メートルと言われた時には、まあ、基本的に我々としての想定内の津波でした。まあ、当然これぐらいの津波が来るんだろうということは常に意識してましたんで、まあ、この6メートルになりますと、まあ、海岸沿いにチリ地震津波以降 5.5 メートルの防潮堤ずっと張ってましたから、ありますから、まあ、津波が来てもですね、一応防潮堤ではまずブロックできるだろうという認識もありました。ただうちの湾内はですね、水産業で養殖が盛んだもんですから、まあ、これ養殖の施設は壊滅だなという覚悟はしました。で、まあ、今言ったようにずっと避難誘導等をしておりまして、そうだね、20分ぐらいしてかな、地震から20分ぐらいしてね、役場のその防災庁舎の前です、川あるんですよ、八幡川っていう川あるんですが、まあ、そこに津波が入ってきたんです。でその時点でもう防災のセンターの、まあ、危機管理室にいたのがだいたい50人以上いたんですよね。で、まあ、津波上がってきたんで、まあ、あとはもう避難誘導は終わりと、もう全員あとは屋上に上がろうと。で屋上の高さ12メートルですから、まあ、想定されてる津波の倍以上の高さがありますんでね。で、まあ、みんなで、まあ、屋上に避難をして、で屋上に上がっていったら、もう一気に今度はその 5.5 メートルの防潮堤を津波が越えるのを見えるんです。で、あ、これは大きいぞという話しておったんですが、まあそれからあっという間にもう家がね、ドミノ倒しですよ、全部潰されていく。でこれは大変な津波だなって思いありましたけど、ただね、その時も上にいた50人以上の人たちは屋上まで津波来るって誰も思ってなかった。で隣の防災庁舎の隣に役場の建物があるんで、これ2階建てなんですけどね、まあ、木造の古い建物だったんですが、まあ、これが半分に折れるんですよ。折れて防災庁舎にぶつかってきた。でそっからね、実はあっという間なんですよ。
で12メートルのあそこの場所での津波の高さっていうのは約16メートル15メートルから16メートルですから、でも一気呵成で津波が入ってきて、で今言ったように50人以上って言いますが、正確に言うと53人の方々が屋上に上がってました。これは後で分かるんですけど、であそこで犠牲になった方々43人で、助かったのが10人です。でそのうちの2人、助かったうちの2人はね、最初にアンテナに、屋上のアンテナに登ってたのが2人いまして、それが助かる。それから我々は飛ばされた場所がですね、今防災庁舎ご覧になって分かると思いますが、右の方に白い階段が残ってるんです。壊れなかった。あの白い階段に飛ばされた8人は助かるんですよ。ところが他の43人は周りが軽量フェンスで囲われてましたんで、軽量フェンスに飛ばされたのは皆犠牲になってしまいました。壊れてしまいましたんで、まあそれで頭から津波をかぶりながら、まあそこで我々耐えてるわけですけど、でまあ引いて、まあ誰もいなくなったというのを確認して、まあ正直申し上げて、まあ言葉もなかったですよね。でまあ全身ずぶ濡れで、まあとにかくもう下に降りられないんですよ。もうでも屋上っていうか、あそこの場所にいなきゃないというね、津波っていうのは何回も押し寄せてきますから、まあとにかくで、実は我々教えられてたのはね、ずっと昔から言われてるのは、津波っていうのは1波目より2波目3波目が大きくなるっていうのは教えられてた。で我々あれが第1波と思いましたから、でこれで第2波第3波でこれ以上大きいのを起きたらですね、まあ間違いなく、あと逃げる場所ってないんです。アンテナしかない。でもうとにかくやれることはアンテナに登ることしかない。で太いアンテナと細いアンテナあって、太いアンテナの方に7人が登る、で細いアンテナに3人が登る、もう4回繰り返しました。でそのうちそこまで来る津波がなかったもんですから、あとはもう雪降ってくるんですよね。で、まあ、屋上にいてはもう雪降ってしてもとても寒いという、まあ、あの3階頭から被るのだけは避けようということで3階に降りてくるんですけど、ところが3階に降りてきた周りが全部壊れてますから、まあ、雪は吹き込んでくる、風は吹き込んでくる、まあ、全身ずぶ濡れですから、もう体の感覚が全くないんです。まあ、みんなでまあ走ったりって、まあ、そこで足踏みしたり何とかして、とにかく体を動かそうということをしたんですが、まあ、それでもどうにもならないんです。で、助かるっていうのはね、紙一重のことが非常にこう奇跡がずっと繰り返します。で、幸いだったのはですね、最初にアンテナに登った職員2人いるんですけど、まあ、そのうちの1人がね、タバコ吸うんですよ。で、その職員がね、胸のポケットにタバコとライター入れてた。で津波が腰まで来るんですよ。でここを濡れなかった。でこのライターが生きたんですよ。でそのライターで、まあ、流れ着いてきた、まあ、様々な木とかなんとかいっぱいありますから、それをかき集めてきて、まあ、そこで火をつけた、まあ、やっとついて、まあ、それで朝までなんとかその場所で過ごしたんです。で、まあ、結局そこを役場職員10人ですから、まあ、まあ言葉はなかったですけどね、朝まで。ただあの、まあ、激を飛ばしたのはね、まあ、助かった我々っていうのはこの壊滅しましたからね、この町の再建をお前たちがやれと、で生き残されたんだぞということは言ってましたんで、だからある意味あのこの4年半ほとんども休みなくこう走ってきましたけど、まあ、基本的にはその時のなんていうのかな、使命感っていうのが、まあ、原点だね。ここまでもうなんとかやってこれたっていうのは、まあ、そういう経験をして朝までそこで過ごして、まあ、次の日に、まあ、下に降りて、でそこからここのすぐ近くに体育館があるんですが、まあ、そちらの方に災害対策本部を設置して、で災害対策本部を設置してっていうのはいかにも聞こえはいいんですが、まあ、その時にいた職員っていうのはたった3人です。私と入れて4人だけ、まあ、それで災対本部会議をやって、まあ、とにかくおにぎり、まあ、とにかく被災してない地域に頼めと、まあ、極力小さく極力数多くと作ってくれということで指示をして、まあ、それからあとはあの各地区がね、どういう状況になっているかっていうのは全く情報なかったもんですから、まあ、あの津波をまだ来たり、あるいは余震があったもんですから、
まあ、その辺気をつけながら、まあ、情報収集してこいということでお願いをして、まあ、そこからずっとこの4年のこの復興復旧の歩みを進めてきたなというところが、かいつまんで言えばそういうことですね。He is located here. This is the disaster prevention center that we visited yesterday. ね、ここにいるんですよ。はい、で、実はね、津波かぶってる時に息ができたんですよ。まあ波もかぶったけど息もできた。だから私ね、ここまでしか津波来てないと思った。だから結果後で写真に見せられたらここの中にいるんですよ。So during when tsunami hit, he thought that tsunami didn't cover his whole face up, but actually because he was able to breathe, so he thought that tsunami never reached as high as his head. But if you look at the picture, he's actually covered up. で、ここ病院なんです。ここね。And this is the hospital. で、ここね、病院はね、3階4階が入院棟なんですよ。で、マニュアルとすると。もう3階に皆さん逃げましょうねっていうマニュアルなんですよ。ところがご覧の通りもう4階まで津波行ってる、はい、でここの病院で74人亡くなってるんですよ。だから従来の、津波という人間ってね、まあ、ある意味学習能力あるんだけど、その学習能力っていうのはどこまで自分で想定できるかっていうとね、過去の災害なんだね、それ止まりなんですよ。だから我々が津波っていうと、どうしても過去最高の津波っていうと、どうしても自分で生きててね、経験してて 5.5 メートルなんですよ。それ以上の津波ってどうしても想定できないんですよ。で今回うちで一番高いところで津波来た24メートルの津波ですから、まあ到底、まあ当時はね、想定外っていう言葉をよく使ってましたけど、まさしくそういう状況の津波でしたよね。だからただね、まあ、南海トラフとか、まあ、さまざまな地震想定されています。でいろんな厳しいこう高さ今全国で言われてますけど、ああいう数字が出てくるとね、もう多分想定外っていう言葉はね、行政は使えない、うん、今回のような数字がっていう、うん、うん、そうそう。 Okay, so what he was just explaining was that this is a hospital.And in the drill that they were disaster drills, they were told to evacuate on the third floor, and the third and fourth floors were the hospitalized patients. But because people can only learn from the past experiences, and the past experience in this case for tsunami, as they experienced in the past recent past, is 5.5 meters. But this time it was 24 meters, which is far out of their assumption and the past experience.So, but if, because we had this experience this time of 24 meters of tsunami, there are many assumptions of future earthquakes in Japan, but we can't really say, okay, this was totally out of our plan or out of assumption. We cannot say that anymore. Okay, so should I translate his experience? It's very long and...Or do you just want to have just a summary right now? I think we can have some summary later. Okay. Because we have much time. Okay. So please continue with the question. Okay. そしたら、もうここで。これということですかね。その災害の時の当時のもの、当時のを色濃く残すものを見せてくださいという質問は何ですか。当時のものってここに多分ない。うん。うん。うん、わかりました。ある意味うちの町でね、まあ当時のものということになると防災庁舎ですよ。もうあれに尽きる。うん。だから。庁舎を残すのも、まあ、やっとね今年の7月1日にあれを保存、まあ、震災遺構として残すって決まりましたけど、これも大変でした。
あそこで犠牲になった方々のご遺族を真っ二つに言われましたね、見たくないと、解体してくれと、いわゆる、ね、自分の息子娘さんがあそこで犠牲になったわけですから解体してくれっていう方々が半分、残りの半分はね、自分のねお父さんが最後まで町民のために頑張った場所だからぜひとも残していただきたいという声と真っ二つですよ。これはねこの4年間もう解体保存でけんけんがくがくでした。本当これ大変ですよ。でやっと県が今年の1月に町としてね決めるのはもう大変もう難しいと、だったらもう南三陸だけじゃなくて今回の被災した15宮城県内の15の市と町で一つの自治体で1個に限り県として震災遺構としてどれを残すべきかということを県に任せてくれという話になりまして、で有識者会議開催して結果として宮城県内の震災遺構でうちの防災対策庁舎はぜひ残すべきものという判断を下されて、それを受けて知事が、うちの町に来て県有化をさせていただきたいと、その後うちの町でも、ご遺族の皆さん全員集まってもらって、知事にも来てもらって、率直に皆さんのご意見を聞いた。でそこでも真っ二つですよね。でそれからあとうちでやったのは町民のパブリックコメントを取ろうということで全世帯に配りました。県有化にすべきかあるいはしない方がいいのかということについて聞いて、結果としてね、これまでにパブリックコメントやったらせいぜい集まっても5通とか10通ぐらいがせいぜい関の山だ、今回集まったらもう600通越しましてね、町民の皆さんの関心もやっぱり随分高かったと思います。でそのうちのね6割の町民の方々は県有化して残すべきだという意見が出まして、そこまで町民の皆さんの判断があればこれは県有化すべきだよねということで、さっき言いましたように7月1日に明確に残すと、いわゆる県有化を していただきたいということの結論を町として出したんですよ。だからある意味それでもね解体してほしいって人たちっていうのはさまざまな思い抱えてるんであれですけど、ただね6割の町民の皆さんが県有化に賛成するっていうのはそういう結果だというのはまず理由は2つだね。1つは時間、4年という時間ですよ。多分震災の1年ぐらいだったらば多分そんな県有化といってもそんな賛成する人いなかったと思います。それからもう1つは 財源だね、町で残すということになれば当分お金がかかりますんで、こういう状況の中でねこの建物に保存するためにそれだけの金かけるんだったら、我々の方にその金を振り向けるべきだという議論になったと思いますけど、県が一切財源を持つということですので、それも大きかった。やっぱり時間と財源ですよね。6割という方々が県有化に賛成した裏にあるのは、40分ぐらいまでいいよ。大丈夫ですか？10時に出発しますから。ありがとうございます。はい、では次はですね、津波の水が引いた後、ご覧になられたその破壊の様子、目にしたもの、景色を見てどのようにどう感じたかっていう前に、防災庁舎で朝まで過ごして、で、真っ暗闇ですよね。もう停電してるって真っ暗闇で一晩過ごして、朝来るのがね半分恐怖半分が安心感っていうのかな、助かったっていう安心感。半分恐怖って何かったらね、本当に前の日に見た町が壊れていくあれの姿が本当だったのかっていう
こう信じたくない、うん、だから夜が明けるのが正直怖かったですよね。で現実に夜が明けて見えて、やっぱり昨日見たあの映像っていうのかな、あれがまさしく現実だったなということを再確認した時は、まあやっぱりショックでしたね。でまあそれからね、正直言って町壊滅するなんてのは全く想定してなかったんで、でこの町をどう再建するのという、で結局自分としてね、あの弱音吐けない、うん、やっぱり人って町民も職員も、まあ、私の背中見てるんで絶対下向きたくなかった。だから下向きたくないんだけど、まあ夜はね楽だけどな。でもね、そこから少しこうあの先っていうかさ、あの話するとね、基本的にね自分でその時決めたことが実はあって、再逮本部そこにあるんだけど、でそこに毎日ご遺体が運ばれて、うち800人越す方々犠牲になってますから、そうご遺体をこう毎日こうお線香を焼香するじゃないですか。こういう修羅場はもう二度とやっちゃダメだと。で自分で決めたのは、もう寝ていても安心なところに住むしかないと。そうでなかったらこの東日本大震災が何のために我々がこんな思いをしたんだって、こういう思いを二度とさせたくないと。で今我々が私が決めたのは高台転をするしかないと、津波が来ないところに住むしかないと。で今この前と後ろ今こう削ってますけど、こう全部山でしたから、でここを削って全部高台にみんな住みましょうと、そういう工事もやってる。確かにね、あの宮城県の、まあ、仙台とかね、あちらの仙南の 南の方はある意味すぐ後ろの方に行くと、海岸から離れたところに行くとすぐうち立つんですよ。だから復興は絶対早いで、うちは多分絶対遅いんですよ。だから山を削ってそこに造成して、でそこに打ち立ててもらう。だからうちはまだこういう状況です。だけどそれはね、命に変えられない。だから私はずっと思ったのは、その高台に住むっていうのの原点は命をどうやって守るのということですよね。それに尽きる。だから、いろんな批判もあったかもあるかもしれない。だけどもうあれだけ毎日毎日ご遺体とね相対した生活を送るとね、これも命がいい何物もないんだよね、うん、だからそれとね、もう一つはね、幸いだったのがね、幸いっていうかな、あのうち早かったのは、その高台転ってすぐ決めて、で高台転するっていうのは土地を皆さん捨てなきゃいけないんですよ、昔の低い土地で。震災のね4ヶ月後かな、もう7月にね、まあ、23の会場に町民皆さん集まってもらって、まず基本方針だけ、町の高台転をするということだけの説明会やった。反対はね一人もいなかった。みんなやっぱりね、あの衝撃ショックもう頭の中にもう残っちゃってる。だから反対なかった。多分あれがね2年とか3年経って高台転しますって言ったらね、反対随分出たでしょうね、うん、自分の財産じゃないですか。だからある意味みんな下のね土地とかっていうのは、まあ、国で買い上げてもらいました。だからある意味その分のお金っていうのは、まあね、地主の方々っていうか、まあ、土地持ってる方々に言ってるんで、それは後ですから決まったの。我々説明した頃はもう全く土地は捨ててくださいという状況ですから、うん、買ってあげるっていうそういう保証何にもなかった時期です。でもねやっぱりその時何にも文句出なかったっていうのはね、まあ命の尊さとか
あの惨状を二度と経験したくないっていう、多分そういう思いが皆さんの頭の中でいっぱいだったんですね。だ今4年半過ぎましたけど、今こういう状況ですけどね、まああと1年経てば全て土地をお引き渡しできますから、そんでやっとここの辺に新しい町ができてくるということになって、それである意味やっとこう復興がなったねという姿が見えてくると思いますけどね。今の状況だとまだまだ復興っていうよりもまだまだ正念場というかね、そういう途上という言葉がぴったりですけど、まあ、あとはね、高台転したことが良かったのかどうかっていうのは後世の方々がどう判断をするか、まあ、あの時の町長がなんで高台転なんかしたんだっていう方もいらっしゃると思いますけど、それは判断はもう後世の方々に委ねるしかない。この町と人々のため の復興、復興、再建において、ご自身の役割、自分の持っていらっしゃる責任というものをお話しくださいという質問です。大体似たようなもんだな。そうですね、うん、だからね、やっぱりね、あの震災になってね、つくづく思ったらね、非常にこう町づくりっていうのはね、シンプルだと思った、うん、命を守ることと、それからもう一つはね、人を育てること、うん、この二つだね。俺こう震災経験して思うんだけど、結局まあ、被災した町民の皆さん、まあ打ちひしがれてるじゃないですか。その時にね、俺とこう感動したのはね、私の一個先輩なんですけどね、まあ、なかなかしっかりした人、避難所に行った町民の皆さんにね、毎日のように声かけてたのね、皆さんみんなねって、心まで避難民になるなよっていうのをね、ずっと声かけたりした。あれはね、大したもんだと思った。うん、それとね、避難所、まあ、40何箇所に避難所ありました。まあ1万人近く、まあ、避難所生活を送ってましたから、まあ町の半分以上ですよね。その時に避難所に最初はね、役場職員が入ってたで運営してた。ところがね、役場職員をいつまでもそっちに置いとくと、役場の機能が復活できないんですよ。役場壊滅しちゃってるんで、で職員引き上げなきゃいけない。で引き上げる時にやっぱり文句出るわけですよ。俺たちにね、役場職員見捨てでお前たち出ていくのかという、そういう批判が出るんですよ。とはここはね、あえて、引き上げ引き上げないと、さっき言ったように役場機能しないんですから、うん、だからとにかく引き上げる。でその時に、あ、すごい助かったなと思ってるのは、まあ、震災前からね、いろんな地域づくりとかいろんな行事とかでリーダーになってる方々っていらっしゃるじゃないですか。どこにでもそういう方々が先頭に立ちましたからね。から役場職員いなかったらいいと、お前たちそっち行けと、俺たちがここの運営所、避難所取り仕切から行って、そうやってってやってもらったのは随分ありましたから、だからそういう意味ではね、まあ口ではね、あの人材育成っていうのはこうよくね、首長さん方人材育成しますとかって言うけど、実際にね、ああいう現場に立ち会った人間、首長とするとね、本当に人を作るっていうのがね、どんなに大事なことかっていうことをつくづく感じたね。うん、で引っ張ってくる、引っ張ってきた連中、いまだに俺感心してんだけど、震災の翌年ですよ、翌月3月震災で4月の末に復興市って市開けましたから、売るもの何もないですから、自分も店もない、自宅もないだけど、復興市やってもう町民に元気をね、少しでも与えなきゃいけないって復興市開催した。でたまたまそのやる連中が全国 この商店街と連携取ってたもんですから、全国からもう本当にだな、南は鹿児島あたりからかな、もうだけど来て、で自分たちのもう商店街でもうある意味売るものを全部持ってきてもらって、もちろん彼らはお金は取らない、ただちょうど1ヶ月なんでほとんどみんな
避難した町民の人たちって人からの物資の支援とかそういうんだけでやって、でこれに慣れちゃうと自立なかなかできなくなっちゃうよねっていうこと で彼らもいっぱい復興市の実行委員会考えたのは、いわゆるなんていうかな、タコ券って言ってたんだけど、要するに買うという、お金は払わないんですよ、お金払わないで こういう、回数券みたいなのをみんなに配って、町民に配って、これで買うという、そういう行為をさせるんです。そうすると、あ、自分でもらったんじゃなくてこのタコ券という回数券でこれを買ったんだなっていう、そういうシステムにしようということでやったんだよね。でそこは非常に良かったなと思いますけど、ただね、最初の復興市の時はね、まあ、完全にあれですよ、町民の皆さんの安否確認の場所だったね。もうみんなバラバラに散っちゃったんで、あの人はどうなったの、あの人どうなったのって誰でも知らない。でその復興市、あの時で多分ね、まあ、他からもいっぱい来たけど、まあ、1万とかって人来てるんですよ。でその時に、まあ、あんた生き切ったのか、あんた死に切ったのかって、まあ、そういう、こう安否確認の場で、もうあっちこっちも買い物もそうだけど、もうみんな抱き合って泣いてる、うん、あれがね、まあ、すごい良かったなと思ってるんですよ。でそれをずっと毎月毎月やって、先月かな、9月の末の復興市でもう記念すべき50回ですよ、うん、まあ、継続してああやってやってくれたっていうのはね、まあ、まさしく南三陸の元気をね、まあ、町外に発信してくれたし、まあ、町民の皆さんの本当に唯一の集まる場所ってそこしかないんでね、そういうことをやってきた連中っていうのが、まあ、未だにね、こうやって頑張ってる。だからさっき言ったあの人材っていうか、人を作るっていうのはどんなに大事なことかっていうのをね、本当感じましたね、うん、なるほど、はい、あと 2,3 分はい、そして最後の質問が、災害対策、災害管理、この町の災害対策、災害管理において何が変わる？あのね、震災後からね、ずっと自分の頭の中にあって、こういう町を作ろうと思ってるのは、国際津波防災都市を目指そうと思った。要するに壊滅した町からね、どのような新しい町を作り上げていったかということが、しかも命を絶対守るという、そういう町を作る、これがある意味私の夢ですから。でそういう町を作り上げた時に、まあ、世界からね、世界で津波の被害ってあるわけですから、だから津波からね、どう立ち上がったかっていう一つのね、見本になる町をね、作りたいとずっと思ってるんですよ。だからそういう、まあ、災害がね、想定される世界の国々の皆さんに、じゃあ壊滅した町がどういうふうに立ち上がった、どっかモデルないのって言った時に、どうぞ南三陸に来てください、うちの町はあの全くもう7割の住宅が壊滅した町からこのように立ち上がりましたっていう町を、世界の人に私は見せたいと思った。そういう町作りたい。それともう一つはね、大事なのはね、町民の命だけでないんですよ。私ずっと思ってるのは、仕事とか観光でうちの町に来る方々いっぱいいる。でこの方々の命も守らなきゃいけない、そのためにどうしなきゃいけないのということも含めて考えてる。だから、まあ、こうやって壊滅した町でね、もう本当大変な犠牲も出ましたけど、もうあとあの町に行けば、まあ、二度と、ね、命を失うことのない地域になったからって言って皆さんにおいでをいただけるような、そういう町を目指しています。作って頑張ってる。わかりました、はい、ありがとうございます、はい。